ムサダディスカマラは、ギニアの軍人、政治家、キリスト教徒。2008年12月23日にクーデターを起こし、政権を奪取し、同国大統領となった。1964年、コートジボワールやリベリアとの国境に近いギニア東部の、ゼレコレ州ローラ県の高齢で生まれた。首都コナクリのアブデルナセル大学で、経済学を学んだ後、 1990年に5長としてギニア軍に入った。2004年ドイツで18ヶ月の軍事訓練を受けた後退位に昇進し、クーデター前まで軍の燃料補給部隊を統括していた。2008年12月23日、かねてより病床にあったランサナ・コンテ大統領の死亡が発表されると、カマラは部下を率いて大統領府など粉リの重要拠点を制圧。 12月24日、民主主義と発展のための国民評議会を率いて、暫定大統領に就任し、憲法停止と政府の解散を発表、2年後の2010年に選挙を行って、民政移管を行うと表明した。これに対し政府の座レ首相はこれを否定する表明を行い、政府は今も実権を握っているとの声明を発表したが、結局25日に、 カマラに投稿し、名実ともにカマラがギニアの実権を握った。このクーデターに対しアフリカ連合や西アフリカ諸国経済共同体は非難の声明を発表しギニアの参加資格を停止した。その後、各国の調停によりカマラは選挙を2009年中に前倒しすると発表した。カマラは大統領に就任すると全政権の腐敗を一掃するとして、 全政権の交換を追放し、権力基盤を固めようとした。2009年9月28日、首都コナクリで反対派集会に大統領警護隊が無差別発砲、157名が死亡し、女性が警護隊員に交換された上に殺害されるなどしたため、国際社会の非難を背に緊張が続いている。2009年12月3日、 彼の副官であるアブバカールディア・キテがカマラに発砲し、頭を撃たれたカマラは、翌4日に、モロッコの首都ラバトへと搬送された。議会はレバノンに外遊中だった、副大統領兼国防大臣のセクバコナテを、大統領代行に選出した。2010年1月16日、カマラは、滞在先のブルキナファソで怪我が完全に回復するまで、帰国はしないと述べた。ありがとうございます。